坂本です。今回はウォーキングや筋トレを繰り返してもなぜ動けなくなってしまう人がいるのかということと、それに対してどのようにしていけばいいのかということについて実践していきます。足をいつまでもしっかり動かすためには、足を老化させない、衰えさせないということがすごく大切になってきます。ですが、この足の老化や衰えというのは正しく順番通りにやっていかなければ、好き放題にやりたい運動とかやっていたとしてもなかなか効果が出てこないんですね。で、そんな中でもよくやるのがウォーキングやスクワット、その他健康のために運動しているという人も大勢いると思いますが、特にウォーキングやスクワットというのは足の筋力、特に太ももから下を動かしたり鍛えたりする運動になります。この太ももから下の筋肉ももちろん大切なんですが、将来老化させないために一番大切になってくるのは実は太ももから上の部分になってくるんですね。そしてどんな人であってもまずはここから鍛えてほしい、動かしてほしいという部分があって、それがどこなのかというと、股関節の付け根についている腸腰筋と呼ばれる筋肉とお尻の筋肉、臀筋という筋肉になります。この2つの筋肉がなぜそんなに大切なのかというと、足を動かす時の始まりの部分になる股関節を動かすこと、そして体幹を支えることに非常に関係する筋肉になるからなんですね。太ももから下の筋肉というのはこういった股関節とかが動いた先の話なんですね。なのでここが弱い人というのはその先の筋肉を鍛えてもあんまり効果が現れない、もったいない鍛え方をしてしまっているということになります。そしてここの部分、特に腸腰筋と呼ばれる股関節の前についている筋肉は意識して動かさないとなかなか鍛えられない筋肉になってしまいます。なのでウォーキングやスクワット、その他の運動をやっていたとしても、足の筋肉全身まんべんなく鍛えているつもりでもここだけがほったらかしになりやすい部分になるんですね。さらにこの筋肉が弱ったからといってすぐにダメになるということがなくてですね、ある程度であればその他の足の筋肉が働きを代用して一見普通に動けてしまうんですね。だから弱っていることに気づきにくく、それなのに完全に弱りきってしまうと足が一気に動かしにくくなるという厄介な側面がある筋肉になります。そして普段からあまり意識しない場所になるので、いざ鍛えようと思っても意識しにくい部分ってなかなか鍛えづらかったりするんですね。さらに意識しないわけですから、この筋肉のせいでそもそも足が弱っているなんて考える人がまずそうそういないので、ウォーキングとかスクワット頑張っても良くならない、これはもっとトレーニングを追加しなければいけないと考えて余計運動量を増やしてしまって、それが体にとって悪影響を引き及ぼしてしまい、逆に体が故障してしまう原因にもなってしまったりするんですね。つまりこの股関節周りの筋肉が弱りきってしまうと体は悪くなりやすい、足は動かしにくくなりやすいといったような、ほとんど老後よく出てくる悩みに全て関係してくる部分になるので、本当は一番最初にここら辺をしっかり鍛えて動かして弱らせないようにしていかなければならない部分になるんですね。ということで最重要でここが一番大切ということをですね、理解してもらった上でですね、今からなぜここを弱らせてはいけないのかということを実践しながらですね、それを解消するたった一つの運動というのをやっていきましょう。はい、ではですね、なぜここ周りを弱らせてはいけないのかということなんですが、まあ、先ほども言ったんですけども、ここがですねしっかり動くことによってこの足の付け根というのが動くわけですね。こっちじゃないんですね、ここなんですね。そしてウォーキング、スクワット、ほとんどがここから下ですね。まあもちろん多少はここから上にも効くんですけれども、主にメインになってくるのはここから下になるんですね。で、足って考えた時に体質なんて足の筋肉やって、まあ誰でも思うの当たり前なんですよ。そうなってくるとやっぱりここら辺がですね体質になる、まあそういう風な考え方になるんですけれども、ここから下の筋肉というのはですね、まずここが動いた後ですね、ここからじゃないですか働いてくるのって。この体を支えて次のこの蹴り出す足、この時にここから下っていうのは力を発揮するわけですね。まあ、ここが弱って動かなければこんなになってしまうんで、これだとここの力っていうのがですね、たとえ筋力があったとしてもあまり発揮できないんですよ。なのでこうなってくると凄まじくですね、ここから下仮に筋力があったとしても足動かしにくくなったり力入らなくなっていきます。そしてここが動かないわけですから、こんな風な歩き方とかになっていきやすい。そうなってくると足のいろんなところに負担がかかってくるから、故障とかですね怪我もしやすい、こけやすい体になっていくというわけなんですね。怪我する、こけるとかですね、こういった
ったのって足の筋力が弱いから、特にこけるなんかそうですけれども思うから、余計ウォーキングやスクワットを頑張ろうとするわけですね。でも結局それって全部ここから下なんで、これの根本解決にならないです。なのでやってもやっても体がダメになっていきやすいということが起こるわけですね。そしてですね、じゃあこれ以外何か運動やってますとかですね、そういうケースなんですけれども、確かに運動も全身使うんで、じゃあここら辺も使うやってなるんですけれども、人間っていうのはですね、なかなか賢くできていて、常に全身の筋肉に力かって入れて運動やってたら、エネルギー消費激しくてすぐ疲れるわけじゃないですか。だから意外と頭の中で意識はしてないですけれども、瞬間的に使う筋肉、オフにする筋肉っていうのをですね、コントロールしてるわけですよ。で、瞬間的にオンにする筋肉というのはですね、やっぱり普段から自分が動かしていて、動かしやすい、そして力が出やすい筋肉ということになっていきます。そうなってくると、やっぱりメインで使われるのはここから下、でかい筋肉、こういった太ももとかの筋肉になってくるんですね。そしてエネルギー消費とかですね、無駄な力を使わないために、こういったところの筋肉というのはオフになりやすい。そうなると運動とかして全身まんべんなく動かしたって思っていたとしても、意外とこういったところの筋肉は動いていなかったりするわけなんですね。まあ、これを解決するために、スポーツとか運動してる時にここにある程度意識を持っていきながらやるっていう方法もないわけじゃないんですけど、それやっちゃうと動きがやっぱりぎこちなくなりますし、運動自体が楽しくなくなってしまうので、やっぱりこれも根本的な解決策とは言いづらくなってくるんですね。なのでやはりここを意識していくってなった時にはですね、ここをしっかり意識して動かすための運動を何か一つでもいいですから、週2から3でも構わないです。それぐらいの頻度で継続してやっていくようにするということとですね、日常生活ですね、ここでしっかりですね、この筋肉を意識していくようにするということがですね、ここを弱らせない、老化させないために大切になってきます。スポーツの時にここを意識しながらスポーツしろとかっていうのはなかなか難しいものがありますけれども、日常生活の動きぐらいゆったりした動きであれば、ここにちょっと意識を持っていって生活するというのはそんなに難しいことじゃありません。ではですね、日常生活の時にここを意識するっていうのは何をしてほしいのかというとですね、これもすごく単純です。ただ足を大きく振って歩くようにしてほしいというだけです。ここを動かせばここが動くわけですから、この周りにですね、歩く時は少し意識を持っていって、ここを縮めたら足が前に出る、こっちを縮めたら足が後ろに伸びるというふうにですね、そういうイメージを持って足をですね大きく振って、この筋肉をですね少し動かすイメージで、日常生活、買い物行く時とかその時でもいいですから歩くようにする、この時の目安としては、足を前に出した時に自然にかかとの方から地面につくぐらい、これぐらいの広さですね、これぐらい広げれていれば、こことここはですねしっかり動いていると思ってもらっても構わないです。で、これをですね常に意識するのはしんどいという人はですね、1日 100m ぐらいでいいです。全身柱で言えばだいたい3本分ぐらいの距離ですね。それぐらいの距離をこうやって少し幅を広くして、ここを意識して歩く、これをですね毎日繰り返すぐらいでも構わないです。これもちょこちょこ積み重ねていけば、その先というのが全然変わってくるんで、こういったところでですね、ここをしっかり動かしていく、これをやってる人がですね、ウォーキング、スクワット、運動とか他にやっていたりすると、ここは動く、そしてここから先支える時の足もしっかり動く、つまり全てにおいていい循環が生まれて、いつまでも動き続けられる体、そういう体に近づいていけるわけですね。そしてここの筋肉というのは、最初も言った通りに意識しにくい筋肉になります。意識しにくい筋肉というのは、今日いきなり動かそうと思ってもなかなか意識しづらいので、なんか動いてるのか動いてないのかですね、分かりづらい部分になるんですね。こういう風に表面にある筋肉って力入れるってもすぐ意識できるから、入ってる抜けてるとか分かりやすいんですけど、奥の方なんてあんま分かんないんですよ。なのでこういうのを日頃から繰り返しておいて、意識するようにしていくと、いざですね鍛えようと思った時に、それを繰り返していたおかげで意識が向きやすいから、同じ運動をやったとしても圧倒的に効果が出やすい、そういった意味もあるので、もう今日からですね、ここには意識を持っていくようにして、最初は全然分かんなくて構わないです。続けていけば意識できるようになってくるんで、今日言ったですね、少し歩幅を広くする、それが無理だったら1日 100m 電信柱3本分ぐらいを24時間のうちどっかで1回足を広げて歩く、もちろん一気に 100m じゃなくてもいいです。 30m 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 とか分割して朝昼晩とかでも構わないですから、 100m 程度歩く、できる人だったら24時間少し歩幅を広げて歩くのを意識する、このどちらかですね、その人の性格とかですねあると思うんで、自分のやりやすい方を選んでですねやっていくようにしてください。こういった基本をですねしっかり押さえておいてもらった上でですね、じゃあ今からですねやってほしいたった一つの運動というのをやっていきたいんですけども、それの効果を出すためにですね、事前にここら辺をちょっと先にウォーミングアップしてからやっていきましょう。時間がある人はウォーミングアップやってからやってもらうとさらに効果が出ますし、時間ない人はウォーミングアップなしでその一つの運動だけやってもらっても効果が出るんで、これもですねその人の時間に合わせてやってください。今日は時間あるからウォーミングアップから全部やって最後にやるとかですね、時間ない日はもうその運動だけするとかっていう風に分けてもらっても構わないです。じゃあですね、全部これは寝転がってやる運動になるんで、このように寝転がってもらって、このようにですね両膝を立ててもらって、この状態でですね、この股関節周りに意識を集中させて、軽く足裏をですね地面から上げる、そして下ろす、これを繰り返していきます。この時に全身の力
抜いて意識するのはこの関節周りだけです。ここで上げて下ろすようなイメージです。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。これもですね、もうほんとちょっとしか上がらない人はこんなんでも全然構わないです。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ今からですね、運動というのをやっていきたいと思います。腸腰筋というのはですね、この背骨からですね、この足の付け根についています。なので足をですね、斜め上に上げてくると一番効率よく鍛えることができます。そしてそこからですね、腸の筋肉に刺激を与えるために横に開いていきます。これをですね、このように繰り返していきます。これを30秒左右ですね。今からいきましょう。このように斜め上に上げて、そして外に開くですね。これでしっかり鍛えていきます。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。斜め上に上げて開く、そして斜め上に上げて開く。この時にですね、あんまり上半身こういう風に動かないように気をつけてください。ある程度ですね、上半身は固定したまま、ここの足ですね、ここのこの付け根だけを意識してやってください。はい、はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。